100日エニアグラムを理解するシーズン3、今日ご紹介するのはタイプ5の中森明菜さんです。図ではここに位置します。もうデビュー当時本当可愛らしいですよね。もうお人形さんみたいです。でまあその当時はですね、もう本当に聖子ちゃんか明菜ちゃんの、まあ、どっちかに分かれてた。まあワイワイ男子も女子もそうワイワイ言ってました。で昨日ご紹介したようにタイプ4、まあ聖子ちゃんはタイプ4で、さて明菜さんは何かって、本当にもうねこれ難しかったですよ。ギリギリまで悩みました。で、まあ、ちょっと横道にそれるんですけども、明菜さんは聖子さんのことどう思ってますかね。すごい憧れてるとか、昔から憧れてたかな。でいつも見とれてるんですよって言った時に、聖子ちゃんがおっとっとってベタなよろけ方をしてですね、まあ、これすごいタイプ4らしいですよね、ベタなリアクション。まあ、ちょっと横道にそれましたが、さて明菜ちゃんね、この衣装の通りですね、もう聖子ちゃんはまあぶりっ子というかまあ明るい感じで、明菜ちゃんはやっぱりちょっと影があるっていう、白黒って感じのまあ売り方をしてましたよね。でまあ有利型には間違いないと思ってて、まあ5か9かなってずっと悩んでたんですよね。でも昨日ぐらいまでは9かなって、9の可能性高いかなと思って9でまとめようかと思ってたんですけど、やっぱり9にしてはですね、この笑顔がですね、結構このあからさまというか、ちょっとこのまあこれ年を重ねた後のこの笑顔もあんまり変わってないですね。このあからさまにこう喜びを表現するこの弾けた笑い方っていうのはやっぱり4寄りなんですよね。4に近い。9はもっとそのもっとこう感情そんなにこう表現しないような感じですね。でやっぱり9じゃないかなと思って見てましたね。であとバラエティーいっぱい出てるんですけど、でもその中でもやっぱりダウンタウンの2人との絡みが多いですね。へへへにも出てたし、ガキの使いの特別番組にも出てたみたいで、まあというのそれをとか見るとですね、やっぱり会話の反射神経がいいんですよね。で Q はやっぱりこんなにね、このやり取りっていうかな、キャッチボールはそんなにこうテンポよくできないっていうか、こう本当の 0.1 秒 0.2 秒の世界なんですけど、やっぱりちょっと遅れるんですよね Q はね。それに対してはすごいこの間合いっていうかな、テンポはよくって、だからまあダウンタウンさんの2人もやっぱり一緒に共演したがってたというか、しても全然違和感なかったと思うんですよね。でまあ結局5のウィング4だと思いました。でこのそうどれどれどうかなと思って、リス・アンド・ハドソンのですねウィングのところを見るとですね、まあ当たっててね、びっくりしましたね。多くの場合その5のウィング4は一人で独創的活動に従事し、情熱とクールさが入り混じってると、気まぐれで独創的と、なんか明菜さんっぽいですよね。明菜さん的ですよね。ということでまとめです。タイプ5の中森明菜さん、もう5のウィング4で間違いないと思います。